こんばんは。ただいまの時刻は12時15分ジャスト、夜も更けてまいりました、私も更けてまいりました、今年50歳ね、割が50歳で、なかことですね。今日は吉田拓郎さんの、ガラスの言葉というね曲をやってみたいと思うんですけども、YouTube にね上手な人がいっぱい、演奏して歌ってアップしてます。これもねちょっと曲やってみ、僕ねこの曲ですごく気になるところがあって、どの歌詞を見てもミルキーウェイって書いてあるんですよね多分。だけど吉田拓郎さんは、このここをですねミルクウェイと歌ってるような気がする。しかもさらっとね、どうでもいい話ですけどねどっちが正しいのかなみたいなね、ググれよググってみてください、はい、ちょっとやってみたいと思います。はい、指が痛いんだよねこれ、すっごく指が痛い。はい、やってみたいと思います。笑ってるよ白いワンピースの長い髪に落ちてゆく影、それは誰ですか。ぐっと止まる鉛筆の中から、まさらなに貴重に落ちてゆく影、それは誰ですか。ガラスの言葉が眠ってる、遠いあの日の遠いあの街、こんばんはどこへ行く風、ミルキーウェイに花がほらあんなにいっぱいほら揺れてるよ、ジバグリ、ジバンだけの曲、この辺で終わりと、コーナーをこの辺で終わりたいと思います。ではでは。